この国の国民であれば少なくとも知っておかなきゃいけない、とてもとても必要な、これね、もう自分で今から言うことに、あ、これ俺ってやっぱすごいなとちょっと思ったりしますので、ぜひ、法についての考え方をよく理解してください。で、とにかくね、ポイントはここなんですよ。罰則があるかないか、すごい分かりやすいですよね。だからこっちに関してはやってもいいんですよ。もう全然問題ないです。罰則がない法律違反、ルール違反はガンガンやっても問題はない。とにかく罰則のない法律とかルール、法っていうのは守らなくていいっていうことを、これ皆さん本当にね、全く問題ないですから。罰則のない法律は、条例もそうですが、もういろんなもらえますよね。例えばコロナの自粛なんていうのも罰則ないですよね。人から金借りて返さないのは罰則ないんですよね。例えばオウム真教の信仰なんかも自由な。で、罰則がなければ簡単にもう最後はモラルしかないんですよ。モラルっていうのは道徳ね。だから罰則のないそのルール、法や判例、法律守らなくていいんですよ、結論を言えば。でも僕の場合はまあ、ああそうか、まあ裁判で一審があって、審理があって、まあ最悪刑務所行ったりなら、刑務所行ったら、どういう生活が待ってるんだろうなってイメージができるから、ああ別にそれはダイエットにもなっていいんじゃないのってこう思ってるから、あんま不安感じないですよ。